ギャオー、皆さんこんにちは、怪獣イラストレーターの忍斎です。今日はハロウィンということでね、いつもゴジラの着ぐるみ着てるんですけど、今日はちょっとゴジラが仮装してるという設定で襟巻きをつけてみましたね。襟巻きをつけるとゴジラではなくてジラースになりますね。今日はジラースのコスプレで怪獣を描いていきたいと思います。よいしょ。シャーペン、すいません、ちょっと紺色のペンケースの、でかい、でっかいやつ、そう、椅子の上にあるやつ、すいません、ちょっとシャーペンの芯が入ってなかったみたいです。私が入れたはずなんですけれども、こんなこともあるんですよ。よいしょ。はい、出ました。よしよし、じゃあ、いきます。今日はハロウィンだからな、ハロウィンだからね、ハロウィンということなんで、ちょっとハロウィンにイメージした怪獣をちょっと変えてみたいと思います。今ちょうど渋谷は渋谷ハロウィンがね、もう熱狂的なイベントが行われてる最中だと思います。今日帰るとき渋谷を通って帰るのにね、いやー、どんな風になってるんだか、ちょっと怖いような楽しみのような、そんな感じですけれどもね。今日の夜ちょうど私の知人が渋谷で仕事をしているのでね、もう大丈夫かな、ちゃんと生きて帰れるのかなって、ちょっとすごく心配なんですけどね。まあきっと彼ならちゃんと、ね、生きて帰れるということを信じて、私で絵を描こうと思います。今このライブペイントをご覧の皆様も、ね、渋谷ハロウィン来てこられたっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけど、私は行ったことないんですよね。ですから、まあ、今日終わってね、行ってちょうど深夜に差し掛かるところなので、どれぐらい人が出てるのかちょっとわかんないんですけど、きっとものすごい人がいるんだろうなと思っております。去年はね、すごいなんかボートとかしてすごく大変だったから、今年からはいろいろこうルールをね、厳しくして、いろいろ万全の体制でね、警備とかをしっかりしてやるっていうことなのでね、まあ去年みたいなこうランチ騒ぎっていうことにはならないのかもしれないけど、でもやっぱり、みんなが集まってね、なるのかもしれないですし、まあね、賛否両論いろいろありますけれどもね、またこう、ね、まあ、ルールを守ればね、どんなイベントも楽しいイベントになると思いますからね。ルールさえちゃんと守れば、ね、楽しいイベントはどんだけあっても楽しいからね、私はいいなと思います。そう、イベントといえばね、いよいよ11月の3日はゴジラフェスが開かれまして、ゴジラフェスが
開かれて、でその前に前の、11月の2日はね、ゴジラ誕生祭がね開かれますけれども、私はちょっと11月2日はですね、ちょっとアルバイトが入ってるのでちょっと行かれないんですけれども、3日はですね、朝から晩までずっとゴジラゴジラって言ってると思います、ね、朝から晩まで日比谷にずっと入り浸ってね、あ、でも確か日比谷だけじゃなくてゴジラ関連は目黒でもね、目黒の映画館でシン・ゴジラとゴジラキング・オブ・モンスターズの2本立て上映がねされるらしいんですよ。でなんかそれは、調べたらですね、2日と3日の2日間のみということなんでね、まあ、3日はちょっとねどうなるか分かんないので、ちょっと先行きは分かんないんですけど、2日はまあアルバイトがね夜から夕方からなのでね、お昼だったらいけるだろうということで、まあ、2日にちょっと行っておこうかなと思って画策をしております。ね、シン・ゴジラとゴジラキング・オブ・モンスターズ、キング・オブ・モンスターズは結局私映画館で私何回見たの、15回くらい見たのかな、15回見に行ってね、そっから半年近く経っているのでね、またあの時の興奮をね、あの時の喜びをですね、またこうまたね呼び覚まして、ね、なかなかゴジラと、ね、キングモンスターズと、ね、シン・ゴジラってなかなかですね、なかなかね、二本立てで同時になんて見られませんよ。ですからちょっとね、これはすごい楽しみなんですよね、すごく。いやね、なんならま、もうこれはツイッターとかフェイスブックとかでもずっと言ってるんですけど、キングオブモンスターズの応援上映をね、いつかやってほしいなって思うんですよね。そう、キングオブモンスターズの応援上映をですねやってほしいんですよ。そう、それぞれのこう推し怪獣をね、応援して、うちわとか作って、うちわとか作ってね、応援してですね、モスラの歌とかね、みんなで大合唱してね、そういうのをですね、ちょっとやりたいなって。そういうのあったら行きたいなって思いますね。なんか前にシン・ゴジラの応援上映の時は、私は確か秋葉原の UDX シアターでしたっけ、 UDX の中に、まあ、映画館があって、それのなんか秋じゃない春のなんか映画祭の一環で、そういうそのシン・ゴジラの応援上映っていうのがあったので、初めて、人生で初めて応援上映行ってきたんですけどね、これがすごく楽しくってですね、もうめちゃくちゃ多分もうすごい熱気だったんですよね。なんだ、ゴジラがこう鎌田くんが品川くんにね、こう進化するときにみんなで頑張れって応援したりとか、こうね、政府のね、主人キャラクターたちがこう出てきて、あれこれするときに、こうそれぞれのキャラが出たときにコールが起きたりとかね、もうめちゃくちゃ楽しかったんですよ。もうああいうことをまたやりたいよなって思って、もうすっごいこうだん、なんかすごいそのときこうね、もうその場に居合わせた人たち、本当は見知らぬ人たちなんですけど、もうその時ばかりはなんかみんなやっぱそれぞれっていうかね、共通の好きなものがあるから、こうすっごい団結力がすごかったんですよ。もうだからすごいもう一体感っていうかね、応援上映っていうのは本当いいなと思いましたね。そう、まあ、残念ながらですね、応援上映行けたのそれっきりなんですけど、またね、またこう
ゴジラとかでね、こう応援上映があってね、キングオブモンスターなんてあのほら怪獣が4体も出るからね、もうゴジラ推しがいればモスラ推しがいて、でラドーン推しがいてギドラ推しがいるいてね、そういう風にあるから、それぞれのこう推しが出た時にこう応援してね、盛り上げるって絶対盛り上がると思うんですよね。いやー、私はまあ当然ゴジラ推しなので、もう青いペンライトを振り回したいですね。青いペンライト振ってゴジラって言いたいですよね。え、本当にもうそういうことばっかり考えてますね。もうあんまり公式で上映されないので、もううちでやるしかないな。うちでブルーレイが来た時に一人家で、まあ、友達とか呼んで、ね、ゴジラ応援上映とかやりたいですね。もうそうですよ、そうね、そう、芹沢博士のセリフとかをね、応援上映でみんなで合唱したいですもんね。さらば友よとかね、そうですよ。いやー、もうそういうね、こうやっぱ応援上映ってね、いいんですよね。そう、応援上映、その前にもシン・ゴジラの前にもすごい気になってたやつがあって、それはマッドマックス怒りのデスロードっていう作品の応援上映があったんですよね。でなんかコスプレとかも OK で、マッドマックスもすごいこうもうものすごいアトラクションムービーだったんですよ。もうね、まあ、マッドマックスは友達に勧められてきっと気に入るよって言われて見に行ったんですけどね、公開当時。本当にもうその友達が言う通り気に入ってしまいまして、私実はマッドマックスを見た時に初めて2回以上映画館で見た映画なんですよ、マッドマックス怒りのデスロードは。やっぱそれまでって高校生でお金がなかったので、どんなに面白い映画があってももうマックス、まあやっぱり1回見て、ああよかったって思って、あとは DVD 買ってうちで見るっていう、そういう感じだったんですけど、もうあれに関してはなんかもう1回見に行きたいなっていう、そういうのがあって、結局まあつってもそんなね、そんななんかもう何十回もってわけではないんですけど、まあやっぱり 2,3 回は見に行きましたね。そう、あれはね、やっぱりあれはね、もうめちゃくちゃ面白かったですね。いやー、しかもね、あの映画は割とこう世界的なこう評価もすごく高かったみたいなね、後々アカデミー賞とかバンバン取りまくってね、わすっげーなと思いましたもんね。いやー、ほんとね、あれもあの映画もね、すごいキャラクターがすごい魅力的だったから、やっぱこう推しキャラとかがねできましたもんね。ちなみにマッドマックス怒りのデスロードだったら私の推しはニュークスですね。ニュークスはすごくまあ見た方はわかると思うんですけど、まあ、ちょっとね、すごい一生懸命なんですよ。ちょっとドジっ子なんだけど、一生懸命なところがね、めちゃくちゃ応援したくなるっていう、そんな感じでね。そうよいしょ。今描いてるのですね、ちょっと、まあ、なんかね、ハロウィンにちなんだものなので、かぼちゃがモチーフのね、怪獣でございます。ちょっと名前はもうその場で思いついたので、名前とかは全然決まってないんですけどね。昨日ですね、うちのバイト先である特撮カフェバープランタンというところでですね、今日もなんですけど、3日間限定のハロウィンイベントをやってるんですね。まあその間は、スタッフはですね、まあ自分の好きな特撮のキャラクターだったりのコスプレをするんですけれども、まあでもお客さんもね、コスプレをしてご来店くださって
いるんですけれどもね、私昨日シフト入って行ったんですけれども、何のコスプレしたかっていうと、ゴジラキングオブモンスターズに出てくるアイリーン・チェン博士のですねコスプレをしていきました、ね、でその昨日一緒にシフトに入った先輩はですね、竜ソージャー あのブルーであるメルト君のねコスプレをしていました。私あんまり今までちゃんとこうコスプレをしたことがなくてですね、今までちゃんとコスプレをしたことがなくてね、まあこうね、ライブペイントとかで、まあ、ゴジラの着ぐるみを着てやってますけれども、ちゃんとこう衣装をね探してこう手間暇をかけてするっていうのは、まあ、事実上初めてだったので、もうまず衣装を探すところがね結構大変だったんですよ。まあ、チェン博士の衣装はですね、まあ分かる方がまあ、分かる方は分かると思うんですけれども、まあ、チェン博士というのはね、モナークにいる研究員でね、神話とかに非常に詳しい博士っていうキャラクターなんですよね。で、まあ、見た目はどんな感じかっていうと、ショートヘアで茶色っぽいジャケット、丈の短いジャケットを着て、で白いシャツを着て、でまあちょっとカーゴパンツみたいなね、作業動きやすい色の動きやすいズボンを履いて、黒っぽい靴を履いているんですけどね、このまあ一見デザインとか見たら、まあ、ありそうだなって思うじゃないですかね。これならまあ古着屋さんで探せばまああるかなって思うんですよね。これがところがどっこい、古着屋さん私、まあ、巡るの割と好きなので、いろいろここは品揃えがいいとかいろいろこうね分かるんですけれども、で意外とね探すとないんですよ。これが下北とか行って、下北沢ってね古着屋さんいっぱいあるんですよ。本当にもう歩けばすぐ古着屋さんみたいな、そんな感じで、もう下北行けばもう全部そるんじゃないとか思うじゃないですか。そんなことないんですよ。意外とですねあれないデザインで、こう茶色の丈の短いジャケットって言ってもこうちょっとミリタリーチックでね、でこう襟は普通のテーラードカラーで、ボタンがいっぱいついてるんですよ。割とこう襟が深く入ってるじゃない、浅めに入ってるんですよね。で胸ポケット両側についてて黒いボタンが入ってるんですけどね、こういうなんかもうぽいやつってなかなかないんですよ。もうだからもうあちこちはしごして、で最後、まあまずその下北沢行った時はまず下北の古着屋さんを一通り見て、でその後町田に、まあでっかいブックオフスーパーバザーというねところがあるっていうことが分かったので、町田までそのまま行って、で町田の古着屋さん、まあヴィンテージの古着もある古着があるお店もあったので、そこも一応回って、で、まあ、あちこち探し回ったのなくてですね、でなんか私の、まあ、知人ですごいそのリサイクルショップに明るい人がいるんですけどね、その人が八王子のですね、これもまたブックオフスーパーバザーで八王子南野駅からちょっと歩いてすぐのところにブックオフスーパーバザー八王子南野店というところがあるんですよね。そこは割と品揃えがいいよということなので、まあ、そこへ行って見たんですが、これもまたないんですよね。これがいやもうその日はもう途方に暮れて家に帰りましたけどね。で次探しに行った時は今度は多摩のね、小田急と京王かどっちにもあるんですけどね、多摩長山のブックオフスーパーバザーに、ここ
ここはめちゃくちゃでかいんですよ。もう洋服、まあもちろんねブックオフなので古本とか古本とか、あとそれから、ね、あの DVD とかね、おもちゃとかいろいろあるんですけど、洋服もいろいろあって、でまあここはあれと品揃えいいよという情報を聞いたので行ってきたんですよね。でそしたら そこに行ったらですね、まあとりあえずシャツは見つけたんですよ。シャツは良さげなのがあって、でズボンもあったんですよね。でまあ上着もまあデザインまあこんな感じだよなっていうのがあったので、とりあえず買ってみたんですよね。でまあまだ探すけど、もうこれ以上ねどこ行ってもなかったらまあこれをちょっと改造して、着ようかなって思ったんですよ。でまあとりあえず収穫をして、帰りました。そしたらですね数日後、たまたまこれも友人に教えてもらった、池袋の丸井にですね、ヴィンテージとかを扱ってる古着屋さんがあったんですけど、あるということを聞いたので、ちょっと見てみようと思って探したんですけどね。そしたらですね、あったんですよ。上着がすごいデザインが近いやつがですねありまして、あ、やっと見つけたと思って、ようやく買ってですね、まあ、ちょっとボタンだけね、ボタンだけちょっと違う色のボタンでしたので、あらかじめ、手芸屋さんで買っておいた黒いボタンに付け替えて来まして、無事に昨日プランターハロウィンに、参加することができたということでですね、もう本当に長い道のりだったな。なんかそうやって苦労してね、衣装探しをして衣装合わせをしただけに、ちょっとチェン博士に対する思い入れもねできたかなということで、ね、まあでもせっかくこうやって苦労して揃えたので、まあねこれっきりにするのはちょっともったいないなと思うので、まあこの先イベントとかあったらね着ていこうかなと思っておりますね。本当もうバイトがきっかけでまさかコスプレにもねこうやって手を出すとは思わなくて、まあ来年はもうちょっとね今年はただ衣装を探してきただけだから、来年はなんかもうちょっと自分で作って衣装をね作っていきたいなと思うので、来年はまたもうちょっと手の込んだものにしたいと思っております。来年も今から来年のことを考えるんですよね。まあねこれがきっかけでコスプレにもこうハマるかもしれないね、人生どこに沼があるか分かんないんですよね。でも、まあ、まだでもそんなコスプレ沼にそこまでこうどっぷり使ってるはとも思えない感じなんですけど、まあこれから先どんどんね沼の奥深くへ入っていくのかなとか思ったりしていますね。そう今日ですね、まあちょっと早めに今日は233に入ったんですけれども、その時にちょうど別の方がギャラリーの中にいらっしゃいまして、今出展しているギャラリーのねこのいろんなほら小さいボックスの中にいろいろありますけれども、そこに出展をしている方が入ってるんですけれども、その彼女の名前が青月さんっていう方がねいるんですけれども、その方とちょっとお話をしていて、でそ、まあ、すごい面白い方だったんですよね。でなんか彼女がその今展示している絵はですね、なんかインド神話とかをモチーフにした魔法少女のイラストをこう展示されてるんですよ。腕が何本もあって、本当なんかインド神話とかバリ島とかのね、こう寺院に祀られていそうなそういう、こう女神チックな
イラストがいっぱいあったんですけど、すごいめちゃくちゃ面白いなと思って、で、まあ、実際にそのそういうね神話がとても好きだっておっしゃっていて、で私も、まあ、仏像とかとても好きなのでね、話が合いましてですね、ツイッターとか交換したんですけれども、いやーね、本当面白いですよ ね、 その方はね、筆箱とかにもこうちゃんと金剛書とかね、勝間とかつけていてね、好きすぎても怪獣になりたいって思いますもんね。もう怪獣になって暴れたらどんなに気持ちいいかっていつも思いますもん。怪獣になって暴れたらきっともう気持ちいいことこの上ないと思いますよね。え、火を吐いてビルとか投げ倒してね、いやー楽しいだろうな、すっごい楽しいだろうな。いやこの間プランターの先輩とも喋ってたんですけど、高いお金出してもいいからミニチュアを壊してみたいと思いますもん。ミニチュアのねこう街を作って、で料金を取って、壊していいですよみたいなね、そういうのがあったら高くても私行きますよ。でなんならこう怪獣の着ぐるみとかも置いてあって、これを着て自由に壊していいですよみたいな風になったら、もう間違いなく怪獣の着ぐるみを着て壊しますよ。なんかそういうの、そういうアトラクション高くてもいいからやんないかなとか思いますね。ああ思っちゃいますよ。いや高くてもいいから行きますよ、本当に本当に。これはうん、高くてもいいですよ別に。めちゃくちゃね、1回1万円以上とかしても1万円払う価値ありますよ。それはミニチュアを壊してもうすっきりできるみたいなね、怪獣気分を味わえるんだったら、もうその1万円以上の価値があると思いますね。そういうアトラクションとかないかな、ないかな、なんかどっかでね。でもまあ思えば大変ですよね。まあ壊すっつってもね、こう本当に壊れたら本当それいちいち作らなきゃいけないから大変ですけどね。でもこう例えばなぎ倒すだけでもほらね、結構面白いじゃないですかね。壊れるんじゃなくて例えば成り倒すだけでもさ、なんかそういうのないかな。もう高くてもいいから行きたいな、そういうアトラクション、ね、そう今年で最後なので今年の振り返りを早くもした方がいいんじゃないかっていう説がありますけれどもね。今年はどんな年だったか、もうまだ振り返るのはちょっと早すぎますね。まだね、この後ビッグイベントもあるのに、ね、今更今年をまとめてもあれですけど、まあでも今年はすごく充実した年でしたね。本当に何か今年はすごいすごいいろいろと充実してたなと思いました。まあね、その7月にシカゴへ行ったりとか、デザフェスに出たりとかね、そういう何かいろいろこうすごい刺激になる年だったなとは思っております、ね、本当Gフェスともねすっごい楽しかったんですけど、やっぱこうもっと自分は頑張んないとなと実感させられたイベントでもありましたしね。デザフェスもまあ同じ
やっぱこういろいろいろんなところに行ってなんかね、ああもっと頑張るべきだよなってこう思うっていうのもすごく大事なんだなって思いましてね。来年もね、来年もね、まあ、いい年、いい年っていうか、まあもっともっとこう収穫、飛躍というか、もっとね、いろいろ頑張る年になれるように、ね、したいと思います。せっかくと言いますか、まあね、創作でこう、まあ、バジュラっていうキャ、まあ、怪獣を結構割と最近イラストとかで、ね、ツイッターとかで割と押してますけれども、まあ、実は、まあ、ちゃんとストーリーとかもね考えているのって、そういうのをもっとこうちゃんと形にするべきだよなって改めて今痛感しているところでありますので、ね、来年はそういうちゃんとこう自分がこう自分のそういうね創作物っていうのをしっかり形にできる年にしようと考えております。ね、早くも10月でこんな来年のことを言ってね、今目の前のことをちゃんとやれよって言われますけど、でもね、来年はもっとね、もっとちゃんと頑張れる年にしたいと考えております。いつまでもね、レベルがね、初心者でもね、ちゃんと、まあ、ドラクエでもね、ちゃんとレベルアップしないといけませんからね、じゃないとボス倒せませんからね、ラスボスが倒せませんからね。そうですよね、ドラクエだって日々の冒険でね、もう着々と地道にレベルアップしてるから、最後ね、勇者だったらギガスラッシュとかギガブレイクとか放てるんですよ。ね、最初からギガブレイク、ギガスラッシュは放てないんだなって。なんかもうドラクエって本当になんか、ドラクエ最近やってますけど、なんか結構教えてくれるものってあるんだな、多いなって思いましたもんね。そうね、日々のそういう積み重ねがね、かっこいい必殺技につながるんだなって思いましてね。いきなりギガスラッシュなんて放てないんだ。最初は片手剣だったら火炎斬りから始まるんだ、ね、そうで、また特技を習得するのもね、また段階がありますから、最初はもう普通に物理攻撃をして、ね、でもそのうち火炎斬りが放てるようになって、ドラゴン斬りが放てるようになって、メタル斬りが放てるようになって、でいろいろあれこれミラクルソードとかね、あれこれ積み重ねをして、ようやくギガスラッシュ、ギガブレイク、アルテマソードが放てるんだ、ね、そういうのをやってちょっと勉強になりました。そう、私実は実家にですね、ビデオゲームのセットがなかったんですよ。そもそもゲーム機っていうのがあんまりなくて、まあ強いて言うならば、まあ、小学校の時たまごっちが流行ったので、たまごっちはなんか誕生日プレゼントに買ってもらって遊んだ記憶はありますね。でもそれもなんかなんだっけ、どっか観光に行った時にトイレに忘れてたような気がするんですよね。そう、まあ、そんなもん、それぐらいで DS とか、当時ね DS ライトとか流行ってましたけど、DS とか持ってなかったし、そんなね、テレビゲームとかもなかったですからね。本当に、だから友達がこうゲームの話して全く分かんない状態だったんですよね。まあ、今だったら、まあ、ドラクエだったらちょっと分かるかなっていう風になりましたね。本当にゲームとか始めたの、本当つい最近の出来事ですよね。全然わからないですよ。よいしょ。で、今日がですね、2019年10月の31。
はい、というわけで、今日はかぼちゃのハロウィンということでかぼちゃの怪獣を描いてみました。そして最後に告知です。まあさっきから何度も言っておりましたけど、11月の22日から24日まで、千葉県幕張メッセで開催されます東京コミコンのアーティストアレイに出展させていただくことになりました。会場ではですね、まあ、あの怪獣のイラスト集や、オーダーの色紙なども販売する予定でございます。例えばね、まあ、イラスト集こんな感じの怪獣イラスト、創作の怪獣イラストを、中心に、入れていくつもりでございますのでね、新しい情報が出次第ですね、逐一あのツイッター、フェイスブック等インスタグラムもそうですね、あの SNS にて告知をさせていただきますので、どうぞ、皆様、見ていただければ、そして、22から24日会場にぜひお越しください。よろしくお願いいたします。というわけで、今年分の私のライブペイントはいよいよお開きということで、次は来年ということで、また、また怪獣じゃなくてね、会場、またどこかでお会いしましょう。というわけでありがとうございました。ギャオー。